キキがうっそうと生い茂るジャングルの中を、4人の男たちが一列になって歩いていた。ポケモンが住んでいるこのジャングルでは、あちこちでポケモンを見かけることができ、今も男たちの頭上で満期の群れが木々の間を飛び移っていく。幻のポケモン、ミュウ。発掘隊員の後ろを歩いていた博士がつぶやくと、さらに後ろの研究員が口を開いた。絶滅したと言われていますが、ミュウを見たという話は最近になっても報告されています。確認はされていない。研究員が、はい、とうなずく。まともな写真一枚撮られていない。もう一人の研究員が、残念ながら、とうつむく。歩きながら話している博士たちを興味深いそうに見ているポケモンがいた。それはピンク色の小さなポケモンだった。宙に浮きながら大きな穴の開いた葉っぱから彼らを覗いている。博士たちが通り過ぎると、そのポケモンは追いかけるように飛んでいた。博士たちは水際を歩いた。古い石像があちこちに沈んでいる川では、バタフリーたちが水面の上を楽しそうに待っていた。その群れに紛れるようにピンク色のポケモンも飛んでいく。やがて開けた場所に出ると、そこには朽ち果ててる一石があった。博士たちは崩れかけた門をくぐり中へ入っていた。